氷門は渡辺淳一が1972年に発表した小説。公明党の機関紙、公明新聞の同年3月12日から12月24日まで連載された。同作を原作とし、1974年と1986年に放送されたテレビドラマについても紹介する。1月の札幌、海子は夫の高雪から草加敏介が、 母親の葬式のため札幌に来ていることを知る。夫には秘密にしていたが、海子は7年前、高雪と結婚する直前に草加と会い、一度だけ肉体関係を持っていたのである。その時のことが忘れられず、海子はもう一度草加に会いたいと思い、奥みを伝えたいという口実で、札幌から立つ直前の草加に再会する。再会した草加は、突然、 札幌出発を翌日に延ばし、ホテルで海子との性行為に及ぶ。草加との再会後、いつも草加のことを考え、夫に秘密がバレることを心配していた海子は、突然下腹部の激痛に倒れる。高雪はストレスに起因する血石だろうと判断し、嫌がる海子を説得して、自らが手術をすることを決める。手術後、海子は、 高雪の後輩で何かと病院での面倒を見てくれる。横堀から、草香が札幌に戻っていることを知る。当然見舞いに来るだろうと海子は考えていたが、草香は現れなかった。一ヶ月後、海子は退院することになり、草香と再び会う。もう少し一緒にいたいという海子に、草香は、高雪の元に帰った方がいいと突き放し、二人は別れた。その後、喫茶店で、 偶然横堀と再会した海子は、彼の口から、血席の手術の際、高行は海子には何も言わずに、不妊の手術まで行っていた事実を聞かされる。ショックを受けた海子は夫に激しく言い寄る。高行は、教授令嬢である海子と結婚するのは、地位のためであって、海子に愛されなくても構わなかったが、草加と海子が近づくのは許せなかったと告げる。さらに高行は、海子が、 もはや妊娠できないことを草加に知らしめるため、草加に手術を見学させていたことも話した。高雪との夫婦生活が完全に破綻したことを悟った海子は、娘を連れて実家へ帰ることを決め、物語は終わる。1974年10月3日から1975年1月2日に、読売テレビ制作。 日本テレビ系列で毎週木曜日21時21時55分にて放送された。キャストスタッフ主題歌11月3日から12月31日に TBS 系列、顔愛の劇場枠にて放送された。キャストスタッフ主題歌、ありがとうございます。